はい、皆さんこんにちは、榊敦史でございます。11時半回りました。3月26日のですね、まだヌーンに達してませんね。あと30分ほどです。全部終わったところでですね、日経平均は29,164円とですね、プラス435円、上がってるやんという感じですね。ドル円がですね 109.244 と円安気味です。これでしょうかね、ようわからんですけど、昨日のニューヨークは199ドルアップですね。原油先物は 59.05 と安くなってます。変ですね。あのスエズ運河今下がってるでしょ。原油高くなるはずなんですけどね。はい、あれ行きましょうか。久しぶりにあのドルウォンでも見てみましょうか。ドルウォン、ドルウォンはね1132ですね。昨日1140近くまで、そんなことないから1136まで行ったんですけど、また戻してますね。はい、行きましょう本題。久しぶりのハンギョレハンギョレですね。ハンギョレのですね、26日8時13分に出て11時4分、さっき修正になった記事でございましてですね、ソウル市長選挙で野党 60%、 与党 21%、 20代支持率で3倍の差生まれたわけはっていう記事ですね。20代はオーセフン、40代はパク・ヨンソンですね。野党候補一本化後初めて実施されたソウル市長候補に関する世論調査で、年代別の支持候補が明らかに分かれた。リアルメーターは野党候補一本化が実現した翌日の24日、ソウル有権者806人にどの候補に投票するかを尋ねた結果、確保信頼水準 95%、 標本誤差プラマイ 3.5 ポイント回答者の 55.0% がオ候補、 36.5% がパク候補を選んだと25日発表した。あのオ候補がですね野党です。で、パク候補が与党ですで、まあ、若い人ほどね、もう野党の候補に投票するというふうに回答をしています。まあ以下うにゃうにゃうにゃって書いてあるんですけど40代ではですね、パク候補ですね、与党系が 57.9% が候補 34.7% を上回った。40代は与党、特に民主党の岩盤支持層と呼ばれる。なんで40代が今の与党の支持層なんかよう分かりませんけども、なんかがあのお隣さんではですね、学生運動世代がですね、今40代か50代かな、あれなんですよ、与党共に民主党の支持層なんですよね。で、今の若い人っていうのはその学生運動をあまり経験してない、どっちかというと就職難の人たちなんで、不満があるわけですね。今のですね、パクチャウはムンジェイン政権っていうのは発足当時は8割の支持率がありました。気持ち悪いでしょ8割っていうのもでも、もう一挙手一投足ですね、うわすごいムンさんすごいという空気でしたね。今から4年前は気持ち悪いぐらいにこう支持を集めていました。まあ、その前のですね、パククネさんっていうあのおばちゃんですね、おばちゃんをろうそくデモという弾劾のあれですね、ルールを使って大統領途中で引きずり下ろして、でその後でその選ばれたのがムンジェインさんでしたから、ものすごい期待を担いました。ところがムンジェインさんの政策で成功したものはほとんどありません。あれですね、失業率は増えて、若年失業率は増えています。で、最低賃金上げたんですけども、まあ、経済には逆効果ということ で外交はもうあれですね、アメリカとの関係も最悪で、中国にバカにされて日本とは史上最低の関係になってですね、八方塞がりなんですけども外交が八方塞がりであるということは、愉快なお隣さんの国民はあんまり気づいていないんですね
ムンジェインさんは外交の天才というふうに自ら称していらっしゃるそうでございます。あれほどね外交戦争のない人めったいないですけど、まあ一応愉快な大人さんのね報道事情っていうのはですね、自分たちにどう言いますかね、あんまり気持ちよくないニュースは流さないという習慣がございましてですね、自分たちに都合のいいニュースばっかり流しているということなんで、実態を知らないわけですね、愉快な大人さんの国民大半は。だから外交で失敗しているという現実をお分かりになってないわけですね。でそれよりもですね、最近問題になっているのはですね、この韓国土地住宅公社 LH という、まあ、日本でいや UR みたいなもんですね、住宅都市整備機構ですか、なんか正式名称忘れましたけど、そういうところがですね、やっぱり向こうも都市開発とやるんですよね。ドカッと何もない荒野をですね、いきなり大きな町に作り変えてしまうと、その計画をですね、担っているのはこの土地住宅公社らしくってですね、そこの職員がですね、次にこう町にするっていうところを先にイーって言って買ってしまうんですよね。それで来た時に高い値段で売って人財産作ってしまうということが最近にわかにバレましてですね、これに対して国民がもう怒り心頭になっています。すでにですね、そのこの後者の方何人かですね、自ら命のありどころを変えてらっしゃるんですね。愉快なお隣さんってその自らの命をねこうさっさっとですねあっちの方に送り込むという率がですね OECD で一番っていうぐらい高いわけなんですよ。で今回も早速ですね約2人ほどですねそういうことになってしまっています。でその愉快なお隣さんの場合、その不正ということがですね、なんていうのかな、感情的に許せないわけですね。一般庶民はですねもう家買えないぐらい高くなってんのに、なんであいつらだけそうやって儲けんねんみたいな、それがこう一旦バレてしまうとうわーっと巻き起こってですねすごいことになってしまうわけです。でそもそもその2つのことが一番敏感とされていたんですね、大学受験と兵役ですこの2つでズルをするとですね、もう一気に国民の感情に火がつくわけなんですけども、今回はですねそれとまた別にですね不動産関係ですね。で政府の関係者がですね安く不動産を買ってですねそれを高く売ると、あるいはその保有したままにするというようなこともいくつかバレましてですね、別に普通にね買われるのはいいと思うんですけども、この前何やったかな、なんかこう偉いおばちゃん、おばちゃんがですね、あれソウルの市長候補かな、市長候補のおばちゃんがですね、旦那さんが弁護士で東京とソウルの間を行き来するような仕事をなさるわけですね。で東京でマンションを2つ買わはったわけですよ。で1つは住んでて1つは貸してて家賃が入ってくる、それだけでニュースになってるんですよこの動画でも言いましたけど、ほな普通の不動産購入やんと。で弁護士っていうのはどこの国でもですね高収入になる方が多いわけでしてですね、マンションの一つや二つ買うやんそんなんと思うでしょ、なんであかんやろそれが、とそれがニュースになってるんですよ別にこう安く買ったというわけでもないしね、なんかそこで、日本の法律にあるいは向こうの法律に違反するようなことがあったかって、それはないんですよ。普通にマンション買わはったということがねニュースになってる。それ明らかにプライバシーやんということでしょ。弁護士といえどもね、一私人でありますからね、まあ、政治家の場合はね、自分の資産を明らかにするって、日本でも議員、国会議員だったら資産全部明らかにしますよね。ああ、それちょっとやりすぎやと思いますけどね、私は。まあ、それはええとしまして、もう別にええやん、そんなマンション持っても買ってもと思うんですけど、向こうは非常にその、なんていうんですかな、このジェラシー。いいですか、ジェラシーの働かせ方がですね、やっぱり日本と感覚はだいぶ違うんですね。だからそうやってそのちょっと立場を利用してですね、人財産作ると、ああずるいとかってなるわけなんですよ。いやだからそれでですね、今与党の支持率はですねキュンキュンキュンとこう下がってきましてですね、で野党の支持率が上がって、で野党の政権になったらどっちみち同じことあるんですよそんなもん別にどっちの政権になってもね、そういう甘い汁を吸える立場になった人はねもう躊躇なく吸わはるんちゃうかなと僕は思うんですよ。愉快なお隣さんとしては愉快なお隣さんっていうのは自分がやってたら正しいんですけど、人がやってたらこれは不正なんですね。
自分がやってたらロマンスなんですけど、他人がやってたら不倫っていう、なんとかっていう、そういう言葉がありますけども、非常に他人に厳しい、自分には甘いと。まあこれはその国家間のあれ外交でもそうでございますし、自分たちにはやったらと甘いんですけども、日本に対してはなんやかんやと、もう橋の上げろ下ろしまでですね、うるさいこと言ってくるわけですね。まあそういうお国柄でございますんでですね、今回のその LH 土地住宅公社の不正でですね、与党は大いに支持率を下げてですね、もしかして、来月7日ですね、あと2週間ほどに迫ったですね、次の選挙でですね、野党系の候補が当選する可能性が今のところ高いということですね。なんか一発逆転でもない限り多分野党当選するんじゃないかなと。これね、野党当選すると大変なんですよ。大変なんですよ。来年大統領選挙ありますから、その大統領選挙で野党系の候補が当選する可能性がそこで高まるんですよ、勢いが出て。野党系の候補が当選したらどうなるかっていうと、ムンジェインさん Go to prison なんですよ。ムンジェインさんだけちゃいますよ。その一党でのいろんなことしはった人をなんか Go to prison になるわけですよ。まあまあ分かりやすい国ですね。ということで、ハンギョレのこのサイトは一応貼ってみますね。一応ね。はい。後で撮るかも分かりませんけども。はい、皆さんどうもありがとうございました。